負けないわ。私も負けませんから。バンってほんと声量すごいよね。窓ガラスがビリビリ言ってたじゃん。そんなことあるわけないでしょ。負けませんから。すごいと思うわ。皆さんこんにちは、うぷ主のザンジとマリサ、霊夢、ヨウムです。よろしく。ということで今回は昨日行われたハロハツ放送局で発表されたガルパ新情報をお届けしていきます。今回はコラボやらリアルイベントやらで情報盛りだくさんだったわね。それではまずは毎度おなじみのカバー曲からですね。今回発表されたのは尺眼のシャナのヒーローの空と野良神の小屋の待ち合わせだぜ。どちらも程よい難易度の楽曲になりそうだな。続いてアップデート情報としてジャケット切り替え機能の追加ね。CD が発売されてから楽曲のジャケットが変更された曲が何曲かあったが、この機能の追加で変更前に自由に変えられるようになるんだぜ。変更前のジャケットの方が好きな人には嬉しい機能ですね。私なんかヨロの前のジャケット結構気に入ってたのでまた見れると思うと嬉しいですね。最近始めた人なんか変更前のジャケットを見れなかったと思うからこれを気に見れるわね。シュワリンドリーミンみたいな初期の曲は前のジャケットが懐かしすぎるぜ。ガルパ初期からのプレイヤーも懐かしのジャケットが見れて少し感動するかもですね。さあ続いては今回の目玉情報でもあるゴチウサコラボの続報です。まずコラボ内容は去年の初音ミクコラボと大体同じだったわね。カバー曲、楽曲ジャケット、コラボ衣装の追加、そしてコラボ期間中のみ選択できるであろう期間限定スキン。それではカバー曲から見ていきましょうか。今回追加されるのは全部で3曲、そのうちの1曲はポッピンパーティーカバーによるデイドリームカフェ。まあゴチウサといえばこの曲だよな。心がぴょんぴょんする曲なのできっと譜面もぴょんぴょんしていることでしょう。ライブ中ぴょんぴょんしそうだけど譜面までぴょんぴょんってどういうことよ。ライブ中にぴょんぴょんも相当な変質者だろ。残りの2曲は完全に不明ですが、ハロハピとパスパレが1曲ずつカバーするようですね。私的にはハロハピが2期オープニングのノーボイ、そしてパスパレが2期エンディングのときめきポポロンをカバーすると予想しています。さらに楽曲ジャケットがポピパの分だけ公開されたわね。ポピパメンバーがゴチウサキャラの服を着こなしちゃって本当に可愛らしいですね。カスミはココア、アリサがリゼ、リミリンがチノ、サーヤがシャロでオタイがチアだぜ。そしてちゃんとチェッピー枠としてリミリンの頭にコウサギが乗っていますね。衣装の再現度はかなり高いから早くライブで使いたいわね。そしてハロハピとパスパレの楽曲ジャケットはシルエットまでの公開でしたね。パスパレは多分これチノちゃんたちの制服の帽子をかぶっていることでしょう。そうなると衣装もその制服になっていることだろうぜ。2期のエンディングは制服で踊っていたので制服を着るパスパレがときめきポポロンをカバーするという予想ですね。ハロハピも本当にノーボイをカバーしたら誰が愛の手をやるのかもすごい気になるぜ。ライブ衣装はコラボが始まったら全て配布されるようですね。そして最後に期間限定スキン。これはゴチウサコラボとなるとどうなるかあまり想像できませんね。ノーツが全部チェッピーになってエイプリルフールっぽくなるのか。一応ミラクルガールズフェスティバルっていうオートゲーもあったからそれに似た感じになる可能性もあるぜ。まあ期間限定スキンはその期間しかできないから可能な限り遊び尽くしたいわね。コラボの開催日は4月26日の金曜日15時からになりますね。ゴチウサコラボの新情報は以上となります。続いては第2回ガルパ杯の準決勝、決勝戦の情報だぜ。ガルパ杯は関係ないって思う人が多いでしょうけど課題曲で気になるところがあったから伝えていくわよ。まず準決勝の課題曲1曲目は2次予選にもあったまわれ、雪月花。そして2曲目はこれらの楽曲から抽選で1曲選ばれる形となります。さすが準決勝レベル27から28まで上がってかなりハイレベルな戦いだぜ。そして多くの人が気になっているであろう決勝戦の課題曲、それがこちらですね。1曲目のゴッドノーズはいいとして問題は2曲目よね。楽曲は決勝戦当日に発表。難易度がスペシャルということから既存の曲で間違いはないと思います。ただやはり全国1位を決めるガルパ杯決勝戦、選ばれるべき楽曲の難易度は最低でもレベル28からだろうぜ。もしかしたらここで新たなレベル29の楽曲が登場する可能性がかなり高いでしょう。当日発表ということは参加者はそれを初見で挑むことになるんですかね。すでに難しい楽曲をスペシャルでさらに難しくするのか、それとも単純に簡単だった曲が超絶レベルアップを遂げるのか、はたまた完全に新曲でスペシャルを同時追加させてくるのか。いずれにしろここで発表された曲はちゃんとガルパにも追加されることでしょう。6兆年を超えるかもしれない超難関楽曲が追加される可能性があるなら楽しみでしょうがないですね。ますます池袋で開催のガルパーティーが楽しみになるわね。ついでにガルパーティーの書き下ろしイラストも公開されたぜ。パジャマ姿もいいですけどその周りにいるチビキャラのぬいぐるみも可愛いですね。ランちゃんその座り方とてつもなく悪くないわよ。ガルパーティーの新情報としては展示エリアやアトラクションの詳細が発表されたな。アトラクションエリアは参加賞でグッズがもらえるのでこれは行きたいですね。ということで今回の動画はここまでです。他にもビジュアルブックのボリューム2の発売やゴチウサコラボのリツイートキャンペーンもあるのでチェックですね。ゲーム内のコラボやリアルイベントの新情報もあって色々と楽しみが増えたぜ。ゴチウサコラボ楽しみだよって人はぜひ高評価よろしくね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。
ご視聴ありがとうございました。この動画がもしよかったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。この他にも、ガルパの動画やフリーゲーム、生放送もやっているのでこれからも見てくれたら嬉しいです。皆さんからのたくさんのコメントをお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。